ウエストサイドパークはアメリカのイリノイ州シカゴにかつて存在した野球場である。1884年シーズン終了後、シカゴホワイトストッキングスは新たな土地を取得し、3万ドルかけて6000人収容の新球場を建設した。1885年6月6日、レイクフロントパークに代わるホワイトストッキングスの新本拠地として会場。 ホワイトストッキングスは1890年までウエストサイドパークを本拠地に使用し、その後サウスサイドパークへ移転した。1893年5月14日、旧ウエストサイドパークから数ブロック離れた場所に3万ドルをかけて建設された新ウエストサイドパークがオープンした。その年コルツは日曜日の試合は新ウエストサイドパークで、その他の日の試合は レイクフロントパークで開催する方式をとった。翌1894年、コルツは新ウエストサイドパークを正式に本拠地とした。ウエストサイドパーク。左翼から340フィート、中堅516フィート、右翼から316フィート1894年8月5日、コルツとレッツの試合の7回に、ファンのタバコの火の不始末から火災が発生した。 火は一類、側スタンドに燃え広がり、逃げようとするファンがフィールドとの境のネットに押し寄せた。カブスのジミー・ライアンや、ウォルト・ウィル・モットラ選手が素早くネットを破ったことで、ファンは逃げることができたが、40人以上のファンが怪我を負った。スタンドも一部が消失したが、そこをロープで区切って立ち入り禁止にし、翌日には試合が開催された。消失した部分は、 後日2万ドルをかけて、木で修繕された。コルツは、球団名を1898年からオファンズ、1903年からはカブスに変更した。そして1906年から黄金時代と呼ぶにふさわしい躍進を遂げる。1906年は116勝36敗という、驚異的な成績で、ナショナルリーグを制覇。その年のワールドシリーズこそ、同じシカゴに、 本拠地を置く、ホワイトソックスに2勝4敗で敗れ去ったものの、続く1907年からワールドシリーズ連覇を達成した。1910年を含め、ウエストサイドパークは4回のワールドシリーズ開催地になったのだった。1910年代に入ると、球場の老朽化が進んできた。シャイブパーク、クリフィス・スタジアム。 フォーブスフィールド、そして同じシカゴのホワイトソックスのコミスキーパークなど、打球団は、鉄筋コンクリート製の新球場に次々と移転していた。さらに、第3のリーグフェデラルリーグが創設され、新球団シカゴホエールズが誕生すると、カブスは、人気面で、ホワイトソックス、ホエールズの後陣を敗するようになった。1915年限りで、フェデラルリーグが解散し、 ホエールズが消滅するとカブスはホエールズの本拠地だったウィーグマンパークへ移転した。ウエストサイドパークはその後何年かアマチュア野球に使用され1920年に取り壊された。跡地には現在イリノイ大学メディカルセンターが建っている。ありがとうございます。